はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の図形シリーズ第42弾やっていきましょう。で、問題2もありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、画面下げますので、お待ちください。今日 で、今回の、おっとっと,っと今回の問題もですね、あの実際に効率入試で出た問題を借りてるわけなんですが、ちょっとね、あの、ハイチくんという名前に書いてあります。確かもともと女の子の名前だった気がするんですけど、あと、今回応援をするみたいな感じの流れの問題なんですよね。で、その、扇形扇があるんですけど、えっと、言葉変えました。 確か、なんか、なんかな、体育祭かなんか応援みたいな感じのコメントだったんですけど、まあ時期的にもね、なんかみんな応援したいなと思って、絶対合格って書かせてもらってます。ちなみに3の C っていうクラスは私の中3の時のクラスっていう、それだけでございますが、まあよろしくお、およろしく、えー、お付き合いください。ではですね、まず1番なんですが、問題確認していくと、大きい扇形の中にちっちゃい扇形が入ってます。形としてはね。で、外がこれ半径24です。24。 で、ちっちゃい方が中点取ってるので、半径12となっています。24と12。今書き込んでないんですが。で、中心角のこの部分が120度です。で、ちなみになんですが、こうやってね、円,円だったりとか、まあ大形が、円じゃないよ、大型か、が出てきたときに、中心角120度って角度が出てきたとき、おやって思ってください。まあこれは別に大型だけじゃないんですけど、120度出てきたときに、 半分にしたら60度ですねっていうのをちょっと思ってほしいんです。癖をつけてほしい。で、実は今回もそれが関係します。なんでかっていうのは後ほど説明しますんで、120度っていう角度を見たときに、半分にしたら60度じゃん。もしかしたら狙ってんじゃねっていう視点を持つようにお願いします。いいかなで、一番は大きい方の扇形。この個 AB、ここです。個の長さね。 を求めていきたいと。まあ、子はね、公式がありますんで、それやっていきましょう。まず確認していくと、子は、えー、直径使います。えー、直径かける π かける、ちょっと狭くなっちゃった。360分の a ですね。で、a っていうのはここ、中心角の角度です。もともと直径かける π っていうのが、えっ、ー、と、円の、円周ですね、の公式なんです。 円周の中の、比、えー、を取ってて120度分だけが使ってますと。もともとこれ大きな円だからね。こういう。その一部だから、これで公式となります。じゃあ、あと当てはめていくと、ここ、全体24でしたよね。これ半径なので、直径は2倍の48です。48。かける π、かける360分の中心角、今、120なので、こうと。 で、360分の120は120で約分できますので、すると3分の1。やるか。えー、3分の1と。1。で、3と48約分すると16が残るので、1 6倍ここは長さだからね。センチメートルと。これでまず終了となります。で、ここは絶対にできるようにしましょう。いいですか数学苦手な方もね。で、2番です。 で、2番は、まあ、ちょっと一見難しく見えるんですけど、実は使っているものがそんなに多くないっていう。だから各く番首もね、結構少なく済みます。ここの問題は。で、今回は、ちょっと点線にしてあるんですけど、ここね、この外の部分、ここ。この部分を、えっ、ー、と、接する、ぴったりくっつく長方形を書きましたと。ちょっと実践にするか。これちょっとフリーハンドなんで汚くなってごめんなさい。こういう感じ。ちょっとこう点線しますね。 こういうふうにぴったりくっつく長方形を描きましたと。でその時にこの長方形の縦の長さと横の長さを求めた EF と FG かな振るとここがい、e、いかまあどっちでもいいんだけどね同じ長さだから EF と FG ここが H かなで出していくと。でここで何を使っていくかってもともと問題用紙の図にはなかったんですよここね。 なかったんですが、ちょっとこのくっつけて書いてあります。使うので。で、ここでさっき言った120度あるよなって考えるんです。で、さっき言ったのうに120度っていうのは半分に切ると、こうすると、ここが60度になりますよね。で、この場合って半分にキレにシュッてやってるから、ここは垂直になります。ここ。いい大湯型をまっすぐ半分に切ってるだけだからね。ってことは、ここ。 ちょっと私の図だ,図だとね、ちょっとそう見えませんが、ここ30度になるんです。で、ここで、あ、60、90、30のやつじゃんって思ってほしい。ちょ、あえて形合わせましょうか。そういう風に。この60、90、30は、えー、ここ60度、30。皆さんがね、よく使ってきた三角定規の片方ですね。 で、これは、えっと、中3の最後、三平方の定義のところで習うんですが、この三角定規のやつは、辺の長さの比が決まってるんですよね。決まってる。で、これは絶対覚えてください。一番短いのが1です。比だよ。1、左辺の一番長いのが2です。で、残ったのがルート3。1対2対ルート3ってやつです。で、ちなみに、あの、同時に復習してほしいので、三角定規ってもう一種類ありますよね。 ここ90度で、こことここが45度です。両方とも。もう一周の方。で、今回これは使わないんですが、こっちも覚えてください。ここは長さが同じところが1対1です。で、残ったのがルート2になります。1対1対ルート2ってやつ。もし、これをね、動画を見てるときに、まだ三平方を学校でやってない。知らないよっていう方は、あの、リンク貼っておくので、絶対見てください。 三平方を、まあ、一番最初はこれじゃないんですけど、ここの動画と一番スタートの動画貼っておきますんで、あのね、時間かかんないから。でもこれ知っとかないと、過去も進まないんだよね。いっぱい使うんで。いいかな。ぜひ見てください。ちょっと下切れちゃったけど。ま、あ見えるからいいか。で、何が言いたいかっていうと、これで求めていきます。今、ここ。まあ、三角形このね、同じのがあるわけなんですけど、一辺だけ長さ分かってるところがあります。どこかっていうと、ここです。ここ。 ここの長さ今12なんですよね。いいっすかで書き出します、こっち。こうなってて、ここが12ってわかってる。で、これは1箇所辺の長さがわかってれば、ここもここもわかります。わかる。で、ちゃんと計算するんだったら、比が1対2対ルート3なので、例えばここ求めたいと。じゃあ求めたいから x って置きますよね。 x 対 12, x 対12イコール x 対12っていう順番だから、1対2って置きます。1対2って。で、これは比例式ってやつなので、中なか,なか外外、もしくは外外中か外から行こうか。外を外を掛け算して、2x イコール中かで12ってこう計算します。で、両辺2で割れば、x イコール6と。つまり、ここの長さ6ってすぐ分かるんです、これで。三辺定に使うとね。 ちなみに、ここに関しては、1対2っていう比で言ってるから、これつまり半分なのよ。2の1になってるからね。だから、12を半分にすればいいじゃんで、6で。そっちの方が早いんだけど、本当は。ちゃんと比例式やるとそうなります。で、こことここも同じように、じゃあここ例えば Y とかって置くでしょ ?Y って。で、6対 Y イコール1対ルート3って計算式をやってもいいんだけど、1の時の比が6って分かってるので、 ルート3のところは、ルート3倍するだけです。つまり、こいつを、ルート3かけると、ここ6ルート3なんだよね。まあ、こんな感じですぐ出てきます。三平方を使うと便利なのよ。めちゃくちゃ便利。だから、この120度の半分の60度があるときって、直角三角形作るとこれが使えるのよ。60、90、30が発動するからね。で、それが発動するときは、ほぼ100%使うから、これ。だから、え、あ、ええじゃねえや、あって思ってほしい。 120度から見たときにね。で、今、ここが、ちょっとごちゃごちゃしちゃいますけど、ここの長さが、あ、ごめんなさい、6ルート3。で、ここの長さが6ってことが分かりました。で、こうすると <laughs>、もう終了です。終了なんです。で、簡単な方からいこうかな。えっ、ー、と、FG からいきます。こっち FG じゃねえよ。EF だ。こっちからいきます。えー、EF。 これどう求めるかっていうともう終わってるんです。なぜかっていうと EF ってここの長さですよね。つまり場所を書き換えるとこっからまっすぐ引いたここ。ここも EF と同じですよね、当然。で、今もともときい扇形ありましたよね。ここからここまでって半径ですよね。だって中心から P、中心から P、中心から P って同じなんだもん。 だから、ここ24センチだから、ここも24センチなんですよ。つまり、24センチから、ここの部分引いてあげれば、残るでしょ ?EF。だから24-6でも、それで終了なんです、これ。EF に関してはね。これがまず一つ。じゃあ、FG、どうやってやるかっていうと、今、ここが6ルート3ってわかりました。実は、 ここも6ルート3になります。なぜかっていうと、ここの三角形とここの三角形は合同だからです。合同。まず、ここ、対頂角で一緒ですよね。一緒。で、ここの斜辺、さっき12、12で同じじゃないですか。中点取ってるから。で、同じ。だから、今、これ直角三角形なので、斜辺と一つの鋭角。 が等しいから合同条件発動できるんですよね。なので合同。つまり対応するここは6ルート3です。ってことは、ここ、右側も切ってるだけだから同じく6ルート3ですよね。こことここは同じだから。ちょうど半分で切ってるから。で、ここが6ルート3なら、ここも6ルート3なんですよね。だってこの三角形とこの三角形、また合同だから。全く同じだから。なので横、横。6ルート3が4個分なんです。つまり、 ペンが出てませんでした。えー、6ルート 3×4。24ルート3となって、これで終了となります。ね、版書すごい少ないでしょ今回の問題。でも気づくかどうかって、ここはもう気づければ突破できるんですけどね。その部分がすごく大事です。 だから何度も何度も強調してますけど120度って出てきた時もちろん、ま、絶対じゃないですよ絶対半分にしてこれ使うってわけじゃないんですが使うことが非常に多いですだから逆に60度ってもともと設定してあってそこから使うこともあるし60度を半分に切って30度ですることもあるいいだからこの306090っていう数字 がよく出てくるので、その部分、まあ、途中でも言いましたが、もしここ、まだ勉強してない方は、概要欄とかに貼っておきますので、そこでチェックしてください。絶対早くやった方がいい。三変法に関してはね。という感じでよろしくお願いします。では、今回は高校受験対策の図形シリーズ、第42弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。